学校法人行政国際学園は、千葉県君津市、浦安市、流山市、木更津市で、行政君津幼稚園、行政国際学園新浦安幼稚園、行政国際流山幼稚園、行政国際流山小学校、行政国際小学校、行政国際中学校、高等学校を設置運営し、要小中高一貫教育を提供する学校法人である。 日本カトリック学校連合会非加盟校、全国私立寮生学校協議会加盟校。1979年に東京都千代田区の学校法人行政学園は、帰国子女の受け入れを目的として、全寮生男子校の行政国際高等学校を千葉県木更津市に開校した。帰国子女以外の日本人生徒も受けて入れており、現在は男女教学である。 また英語で授業するインターナショナルコースを中心に日本在住の外国人生徒も受け入れている。宗教、人種問わずいろいろな国籍の生徒が在籍している。世界に貢献できる国際人の育成を目指している。学園内で国境、文化、人種を超えた友愛と相互理解の精神を培うことができる環境があり、プラス O を目指す生徒の育成をしている。 また、開校当初より全寮制であったが、現在は通学生も受け入れており、川崎、横浜、浦安方面また、最寄り駅木更津方面に、複数のスクールバスを運行している。1984年には新たに、学校法人行政国際学園が、千葉県より認可され、学校法人行政学園とその母体である宗教、法人カトリック、マリア会から、 分離独立している。以降現在まで経営面や学業面、学生の交流、その他全てにおいて公式な関係が立たれており、行政学園と姉妹関係になくまた厳密にミッションスクールでもない。1987年に英国行政国際学園をミルトン・キーンズに開校するが2002年に閉校した。1990年にはレディングで 英国行政国際大学が開学するも2008年に閉学している。1995年に中学校、高等学校女子部を設置し、小学校を開校した。1998年には中学校、高等学校を男女教学としている。2004年に行政国際学園新浦安幼稚園。2014年に行政国際流山幼稚園を開園した。 2016年には行政国際流れ山小学校が開校した。平成26年度から高等学校は文部科学省によってスーパーグローバルハイスクールアソシエート校に選定されている。過去の設置工学園の使命キリスト教精神に基づく価値観と信念の寛容に努め、キリスト教的愛の実現を全てに優先して追求させる。 常の授業に最高かつ最善の配慮を怠らず、真理を愛し、深い理解力と正確な判断力のある人間の育成に努めることにより、生徒の知的感性を目指す。国境、文化、人種を超えて、友愛と相互理解の精神を体得させる。異文化体験等に基づく生徒の才と個性を尊重し、その個性及び能力、進度に応じた指導に努める。 社会的指導者にふさわしい資質の基礎を投与するため、対話、奉仕、批判の精神の育成に努める。心と体のバランスを調和あるものとするため、体育、芸術などの諸教科を、クラブ活動にまで延長して行う。教育目標海外から帰国する子女に、我が国の教育体系に即応した教育を行う、ことによって、これら子女が海外で身につけたものを、 将来の社会で十分活かすことができるよう配慮する。合わせて国内生をも受け入れ、帰国生と国内生との相互啓発を図りながら、21世紀に活躍する国際人を育成する。本校の教育目標は、キリスト教精神に基づき、このような人を育成することにある。国際的感覚に優れ、新時代に対応する諸機能の調和した健全な、 社会人文部科学省の研究開発校の指定を受け学習指導要領の枠を超えた教育を目的として2001年に開設された。教科ごとの授業はなく、小学生から高校生までの生徒が寮生活をしながら共同で学習する。一般的な教室の4倍ほどの広さを持つ研究室で机を向かい合わせに並べてそれぞれ自学で興味追求に励む。 研究室には、観葉植物がところどころに置かれ、癒し系の音楽が流れるなど、自学のための環境が整備されている。また、共に学びでとして生徒は、研究員、教員は、主任研究員として位置づけられている。卒業後の進路は、栄養入試を実施している大学への進学が有力となっている。インターナショナルコースは、バイリンガル教育が行われる。生徒は、 英語と日本語の両方で勉強し、両方の言語で暮らし働く方法を学習する。インターナショナルコースの教員は、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど英語を母国語とする国の出身で、すべての学級担任が英語のネイティブスピーカーとなる。生徒との対話はすべて英語で行われ、インターナショナルコースが入る校舎では日本語は禁止とされている。アストラインターナショナルコースは、 サッカーと語学教育に特化しているコース。英語の授業が週12時間行われる。週の半分はネイティブ教員から学ぶ。医師になりたい生徒の夢をサポートするための学習指導体制があり、これまで数多くの医師を世の中に送り出している。学習指導体制の一例として一家がある。東京大学、東京工業大学、筑波大学、千葉大学、 横浜国立大学、東京農工大学、東京外国語大学など、慶応義塾大学、北里大学、東京医科大学、日本史科大学、東京理科大学、東京薬科大学、酪農学園大学など、早稲田大学、慶応義塾大学、上智大学、国際基督教大学、同志社大学、立命館大学、学習院大学など、オレゴン大学、 グラスボー大学、マンチェスター大学、トロント大学など1992年秋、1993年春の県大会で優勝経験がある。東日本大震災復興支援ボランティア活動、3D プロジェクトに継続的に参加しているほか、東日本大震災復興支援コンサートやカンボジア国際支援活動など社会貢献活動を実施行っている。 行政国際学園、ヨハネの森コース聖火隊と三四郎で録音した合唱曲集。子供たちの元気な歌声が礼拝堂に響き渡る。すべての選曲とジャケットのデザインは子供たち自身で言った。録音日最後にみんなでピアノの周りに集まって好きな曲を自由に歌い始めたシーンも合間に挟んであるが、それが楽しいアクセントになり、 最後まで飽きずに聞いていられる。録音は最高級の機材を使用し、質の高い録音になっている。中国人留学生の受け入れを開始したのは1994年からで、チャンスー省、蘇州や遼寧省大連、上海、そして北京など、それぞれの都市で姉妹校協定を結んだ高校の生徒たちを受け入れており、特に蘇州中高等部からの生徒が多くを占めている。 行政機密幼稚園に関するカテゴリー、行政国際学園新浦安幼稚園に関するカテゴリー、行政国際流山幼稚園に関するカテゴリー、行政国際流山小学校に関するカテゴリー、ありがとうございます。